あ、皆さんこんにちは。ピュアフィッシングジャパンが日本のバストーナメントから完全に撤退するという報告があったりとか、今勝さんや小森プロのブログに契約解除になりましたみたいなことが発表されてから動揺が広がっています。このチャンネルを見ている方々はトーナメント的なバスフィッシングというよりかは雷魚、ナマズ、怪魚、コイ、トラウトなどの釣りをされている方が多いと思いますが、非円形アブのジャパンモデルはどうなっていくのかとか、動向が気になるという意見が店頭やメール、コメント欄などで見受けられます。本来はこのタイミングで別の内容の動画をアップする予定でしたが、緊急でこのことについてお話ししたいと思います。で、まず今勝さんのブログに何年か前に日本のバストーナメントの理解があった社長さんが引退された後に身売りしたみたいな内容があります。この時にちょっと変化があって、さらに2018年12月に M&A を受けてまた別の場所に売却されたというふうに書いてあります。ただこの段階では徐々に方向転換していくとは書いてありますけど、マニアックなジャパンモデルを出してくれていたという話を書いています。実際に私の感覚でも CA シリーズを実現させてくれたとか、少し前の話ですがパイクの絵を消したビーストを日本仕様で出していただいたりとか、雷魚用の 6500SH シリーズなども販売してくれていました。そんな感じで日本市場を重視してくれていたというのが継続していたという印象があります。ただそこから今勝さんのブログではコロナ禍になって釣りが世界的に密にならない安全な遊びだということで、ピュアフィッシング本社の利益が上がって、日本の小さいバストーナメント市場には見切っていきたいみたいな形になったということですね。それでトーナメントにバークレーのワームが使えないとか、ディールとかロッドはロゴを消して使わなければいけないとか、大きな流れになっています。昨年最後の動画でリールの開発担当者の方がもう退社してしまっているみたいなことをお話ししましたが、あれぐらい大きなポジションの方が辞めているとか、他にも社員さんがだいぶ減ったという話は聞いていたので、2021年に大幅に会社の方向性が変わっていたというのは私も感じていました。ピュアフィッシングジャパンの社長さんが変わった2021年に会社の中での動きが大きくなって、人手不足があって100周年のリールが遅れたとか、2500とか1500の復刻の話が全然進まないとか、そのようなことも全く無関係ではないという感じになっています。で、このチャンネルを見ている方々が気になっているのは、丸型アブリールの方にもこのような動きが波及していくのではないかとか、バスフィッシングに限らずマニアックなジャパンモデルがもう発売されないのではないかみたいなことだと思います。ということでこの点について担当営業さんの方にメールで問い合わせてみました。まず JB-NBC との取り組みは解消されますが、その分の原資をプロ志向のターゲティングから今後はより身近なユーザー層に広く満足いただける商品作りと販促に使う予定ですということが書いてありますので、日本の市場から撤退するとかではなく、むしろ今までバストーナメントに協賛していた経費を一般の釣りにシフトすると言っているので、反対に雷魚、ナマズ、怪魚などのリールの方が強化されるかもしれません。とは言っても誤解してほしくないのは、ブラックバスの市場そのものから撤退するわけではないという文言もありますので、昨年はなかったジャパンの新製品も予定があるみたいです。現段階では公害禁止ということになっているので、ここで言うことはできませんが、具体的な内容も書いてあります。その新製品はすでにテストも行われているみたいで、かなり好評だそうなので、情報が解禁できるタイミングになるのを楽しみにお待ちください。ちなみにピュアフィッシングジャパンの昨年の状況というのは、一昨年の身売りから去年の社長の交代、そしてその頃に社員さんが減ったりとか開発の中断があったりとか、かなりバタバタしていたみたいです。小森プロのブログを見ると、トリプルコラボで進めておりました既存のロットシリーズも一度終了となりますと書いてあるので、進めていたことを中断して終了してるわけですから、かなり急に打ち切るとかバタバタしていたみたいですね。今勝さんも契約金もいらないしリールの無償提供もいらないから残らせてくれと言ったみたいですが、それも叶わず、アブのロゴを消してそれを使いながらトーナメントに出るのではなくて別のサポートを受けるみたいなので、外資系企業のドライさが出ている感じがしますね。
で今後の動きというのを改めてまとめると、まず日本市場からの撤退はバスツールも含めてないということです。それと非円形アブリルのジャパンモデルが出ないということもなくて、で公表はできないんですけども、一応具体的な話は進んでいるということですね。昨年までのように物事が進まないみたいなバタバタな状態は、一昨年の身売りから去年の社長交代のところでもうおそらく落ち着いていると思いますので、今年話が全然進まないとかそのようなことはなさそうなので期待できそうです。そして日本のパストーナメントからの撤退というのは、まあ、非常に残念なんですけども、その経費が一般の釣りに回ってそちらが充実する可能性があるというのは、全体的に考えるとあまり不安に感じなくてもいいのかなという感じですね。で私が今後期待することとしては、実現していない海外パーミングカップモデルの正規輸入ですね。 2500C の復刻とかと比べると非常にハードルが低いと思います。現在の為替相場なら日本の正規品を2割引きとかでリリースすれば並行輸入より高いということはないですし、国内でパーツが入るとかリペアを受けることができるとかのメリットの方が多いはずです。ただ気になるのが、今勝さんのブログでもあったみたいに、ピュアフィッシング本社が世界で販売しているものを同時に市場に流すみたいな考え方にシフトしているということになると、レボとかロキサーネと違って丸型アブというのは現在でもスウェーデンの工場で作っているので、生産数が少なかったら世界中で取り合いになってしまうんじゃないかなと、そこら辺が懸念材料です。ただ日本のユーザーの皆様の期待値が大きくて要望が多ければ実現の可能性が広がってきますので、後押しをしていただけたらなというふうに思います。あとは数年前から何度も何度もこの動画でも繰り返している1500、2500の復刻ですね。海外流通モデルを正規で入れるみたいな、かなりハードルが低そうなことも実現できていないのでかなり難しいとは思いますが、実現できるまで粘り強く話をして声をかけ続けていきたいなというふうに思っています。そして昨年リリースされたムックアブフォーライフの92ページに 4600CA と 4601CA の開発が進んでいて、プロトまでできているということが載っていましたね。これが一昨年とか去年とかのバタバタしているタイミングだと本当に実現するのか不安ですけども、今年は会社が落ち着いている状態だったらなんとかなりそうですね。パーミングカップアブの4000番台希望というのはかなり前からビュンさんと動画で話していたので、実現すると嬉しいですね。ということで今回は世間を騒がしているピュアフィッシングジャパンの日本のトーナメントからの撤退についてや、一昨年や昨年の状況、そしてこの先のことについてお話ししてみました。不安を感じていたり動揺していた方々が少しでも安心していただければ幸いです。今回は緊急で動画をアップしましたが、次回からは商品情報とか Q&A とかいつもの動画をアップしていこうと思っております。